ヴィシア・セーザー第一戦線総隊に所属、ダンケルクよ。知っての通り、私の還暦に特筆するところはないけど、それが紛れもない事実なのだから隠すつもりはないわ。それでも私の力が必要というのなら失望はさせないわ。同じ側で戦える日がついに来たのね。はじめまして、指揮官。私はダンケルクよ。あなたのこの素晴らしい艦隊に私も参加させてちょうだい。指揮官、よく休めた？マカロンとモンブラン、どっちの方がいいかしら。あら、指揮官、いいタイミングに来てくれたわ。今日はどんなお菓子を作ればいいか決めてちょうだい。世の中にはどうすることもできないことがいくらでもあるけど、希望を捨てる理由にはならないわ。ドックでじっとするのはいい居心地ではないわね。でも私の代わりに艦隊を率いたストラブールの方がずっと、あの時陸軍の方がもう少し持ちこたえていたら、はあ、甘いものは本当に人を幸せにする存在ね。指揮官、今の聞こえた？指揮官、一緒にお菓子でも作ってみない？私の国のお菓子は結構有名なのよ。しょうがないわね。新しい任務、結構溜まっているのね。頑張るのはいいけど、あまり無理しないでね。あら？なるほど。任務報酬ね。指揮官、私が取ってくるわ。指揮官、メールは仕分けておいたわよ。確認を忘れないで。指揮官、焼きたてのケーキでもいかが？あら、委託組が戻ってきたのね。新作のお菓子でも試食してもらおうかしら。少しは役に立てるか。すまない、敵に手加減などできるはずがないわよ。この調子でもっと進みましょう。結構、敗北など終わりを意味するものじゃないわ。いつも通りで。まだ始まったばかりよ。指揮官、久しぶりね。こっちはこっちでうまくやっているのでお気になさらず。指揮官、来たのね。ちょっと待ってて。はい、お菓子はこっち。あとお茶をすぐ入れてくるわ。今日は少し雑談でもしてみようかしら。あの時のことは仕方なかったわ。ロイヤルのみんなを責めるつもりはないし、むしろその逆。こうしてみんなと一緒に戦えるのはあの子たちのおかげよ。指揮官はおしゃべりが好きね。私とおしゃべりするのがそんなに面白いの？とにかく、これで指揮官の好みも分かったわね。ケーキを持ってくるから、少し待っててちょうだい。我慢だけじゃなく、思いを人にぶつけるのも強さなのよ。私がそうしてきたのと同じように、辛かったら、泣きそうになったら、私の胸に飛び込んでちょうだい。今の私があるのは、過去のすべてがあってのことよ。だから、早くあなたと出会えばよかった、なんて言わないわ。でも、あなたから、ぬくもりと安らぎをもらえるというのなら。指揮官、私、ずっとそばにいていいかしら。
久しぶりの夏、いい感じね。日差しに砂浜、海、そしてみんなの笑顔も。指揮官、せっかくだからドーナツでも一緒にいかがかしら。指揮官、水着にちゃんと着替えたかしら。みんなが楽しそうに。これ以上嬉しいことなんてないわ。アイスクリームのビュッフェは美味しそうだけど、溶けやすいのね。今度小型冷蔵庫でも持ってこようかしら。こうしてゆるりと風景を眺めるのは結構久しぶりね。指揮官、水着に着替えた？みんなが呼んでいるわ。少し一緒に遊んでみてはどうかしら。一緒に海でも眺めてみない？心が落ち着くわよ。指揮官、アイスクリームでもいかがかしら。シロップはいっぱい用意してるわよ。敵、殺風景ね。みんな、ドーナツでもいかがかしら。いっぱい作ったわよ。